はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですが、こちら甘露寺さん、まあいると思うんですけど、この甘露寺さんにアイテムでね、どこだったっけ、あ、これ桜餅、これをあげるとどうなるのかやってみたいと思います。あの煉獄さんの場合は顔が変わったんですよ。いきますよ、もう早速いきますね。3、2、1、顔変わるか、ほい、あ、これ待って、もしかして、えい、ごめんね、カロネさん、おお、体力回復する、あ、顔は変わらないけど煉獄さんと違って、わかんない、煉獄さんも回復したのかもしれないけど、体力回復するんだ、桜餅あげると。おー、もしなんか甘露寺さんが傷ついて助けてあげたい時に桜餅あげれば、まあ甘露寺さん仲間、体力回復させて上限と戦わせることができると。はー、